Z24 は、ドイツ海軍の駆逐艦。1936A 型。1939年1月2日帰港。1940年3月7日浸水。1940年10月23日収益。1941年6月フランスへ進出。その後ノルウェー北部へ進出する。十二月十六日、z 十四と駆逐艦。z Z25、Z27 の4隻は、キルケネスから出撃。翌17日に、8回入り口で、イギリスの総会停止 PD、ハザードと交戦した。この戦闘ではハザードが損傷した。ドイツ側の損害はなし。同月、同じ4隻の駆逐艦は、イギリス軍の攻撃を受けた、ロホーテン諸島の沖に展開した。1942年1月20日。 キルケネスで駆逐艦 Z23 と衝突、ドイツ本国に戻って修理を行う。3月、修理が完了した Z24 はトロンハイムへ向かう従順洋艦アドミラル、ヒッパーの護衛に従事する。同月28日、Z24、Z25、Z26 の3隻の駆逐艦は、キルケネスを出撃してき、p 9十3戦乱の攻撃に向かった。 29日、貨物船1隻を撃沈後、3隻は、船団の護衛の軽巡洋艦、トリニダード特築艦エクリプスと交戦し、Z26 が撃沈された。4月11日、ヘルマン・シェーマン、Z25 と共に、キルケネスから p 九十4船団の攻撃に出撃したが、敵船団を発見できずに終わった。4月30日夜、ヘルマン・シェーマン、Z24、 Z25 の3隻は再び敵戦団攻撃に出撃した。5月1日午後、敵、QP11 戦団を発見し、攻撃をかけるが、敵の護衛に阻まれほとんど戦果を上げられなかった。戦団護衛に失敗したドイツ駆逐艦は、今度は潜水艦の来撃で損傷していた、軽巡洋艦エディンバラの攻撃に向かった。5月2日朝、エディンバラを発見して攻撃し、 エディンバラを沈めるが、ドイツ側も、ヘルマン・シェーマンを失った。7月に、Z24 は、ドイツに戻り、改装を受ける。1943年1月、バルト海からノルウェーへ移動する、巡洋戦艦シャルンホルストと十順洋艦、プリンツオイゲンの護衛に従事する。しかし、偵察機に発見されたことから、この移動は途中で中止された。3月、フランスへ進出。 以後、封鎖突破戦の護衛などに従事した。そのような任務の一つ、1943年12月に、封鎖突破戦アルステルウーファーに出撃した時は、Z24 も含むドイツ艦隊は、イギリスの軽巡洋艦エンタープライズとグラス号に迎撃されて、駆逐艦、Z27 と、水雷艇 T、T25、T26 の3隻を失った。 1944年6月9日、Z24 特築艦 Z32、ZH1、水雷艇、T24 は、ロスコフ沖で優勢な敵艦隊と戦闘になった。この戦闘で、Z32 と ZH1 が失われた。Z24 も大破したが、対比に成功し、ブレストに帰投した。8月24日、レバーダンに停泊中に、 イギリス軍機の攻撃を受けて大破、翌日転覆し沈没した。ありがとうございます。